どうもこんにちは、裏週刊きよみチャンネル、週刊きよみ編集長の平井です。今、まあ、月1回出てますけども、今度発売する号は、表紙がですね、河合博之弁護士、を表紙にして、裁判で原発を止めるという特集を組んでます。実際仮処分がですね、一つ取れれば原発は止まるということがですね、先日も証明されたりしてますけども、いろいろなこう法的テクニックだとかですね、あとその裁判所 その人事の問題だとか、さまざまな角度からその裁判と原発というものについてこう真面目に検証している特集になってます。これはまあ読んでいただけたらと思いますけども、正戸さんは河合さんの思い出は何かありますか？いや、まあ河合弁護士は私は、ね、駿河台大学予備校か、あれ元は、駿河の駿台予備校ですね。駿台のね、であれの元のまあオーナー系っていうのはあるんですよ。はい、その女性の今の経営者の前のそうそうそう、ね、まあ作った人、はい、でそこのいわゆる、まあ、あれは株式会社じゃないから学校法人ですから、はい、役員外されると権利がなくなるんですよ。それをまあ乗っ取ったのが北朝鮮の広島の生まれの金さん、金義子さん、うん、このコンパニオンと元のオーナーが、結婚したわけですよ。ああ、で結婚して、まあ子供が出来たんだけども、その子供は誰の子だと、元のオーナーの子供なのか第三者の子供なのかという裁判がありましてね、でその裁判の証人が聖ロカ病院という、はい、ところで子供を産んだもんだから、うん、でその子供のいわゆる DNA が間違ってるんじゃないかということから、私も女家の長男から頼まれて、でそれをまあ河合弁護士とかへ、うん、わしが頼んだわけです。はあ、そうするとまあその山崎というオーナーなんだけども、まあこの急に私ところへ来なくなっちゃった。どうかなったのかと調べたところ、まあ河合弁護士が私のことを、まあ、危険な人物だから、はあ、人と付き合ってはいけないと、うん、こう言ってまあその他にしたというので、ああそういうふうに今、まあ、やるんだなと思って、まあそれはまあそれでよかったんだけども、はあ、結局山崎は何のまあその利益も得ずに結局まあ切られてしまったって。その後まあ彼が大学学校法人から、はい、金義子さんからまあ裏で大きな取引をしたということを聞いたもんだから、はい、結局まあ売られちゃったんだなと。うん、まあ、言うので、まあ、そういうことをまあよく私も耳にしてたからね、俺との関係までそういうことするんだなと思って、うん、まあ、その後はもう彼と会ってないんですけど。なるほど。まあ、河合さんのイメージが悪くなるような話でしたけども、まあそれはそれだけビジネスの世界の話と、でことは原発に関してはですね、河合さんも自ら取材を通じて映画まで作ってやっていて、これについては本当にまあ本物だと思いますね。なのでそれはそれでとしてですね、また読んでもらえれば、そういうですね、百戦錬磨の弁護士もその原発はおかしいというほどの、うん、まあ、存在であるということですね、うん、そういうことが、まあ、さらに原発のおかしさを際立ててくるんじゃないかなと、はいはい、思います。はい、ぜひとも今週号読んでいただきたいと思いますね。で今週号載ってないんですけども、一昨日ぐらいですかね、ICAW っていう、資本金がもう250億円ぐらいあって売上が1兆円ぐらいある、
あのトヨタグループの会社があって、はい、オートマチックトランスミッションのシェアで世界ナンバーワンなんですけども、はい、そこにまあその女子大生が女性の大学生が入ろうとしたところ、結局トヨタ家の御曹司に僕と関係を持ったら、入社させてあげるよと、うん、で女性が断ったら、うん、じゃあ君とはダメだねって言って、うん、その言ってですね、結局彼女はそれが原因で入れたかもしれないこう試験は入れなかったと、うん、でその彼女は去年もその去年というかその前の年もその ICNW に、うん合格してるんだけど単位が足らなくて入れなかったと、うん、だからもう一度受け直して、うん、また面接も通ってっていうことだったんですね、うん、まあそれで落ちたかもしれないんですけども、うん、確実にそのトヨタさんですね、一族の人に息の根を止められちゃって入れなかったっていうことがあるので、うん、訴訟を起こして500万円ぐらい ICNAW と、トヨタさんに対して起こしたっていう事件がありました。でここでやっぱりそのこう今まさに就職活動中の学生も多いと思うんですけども、うんうん、まあ、このチャンネルも見てる学生もいらっしゃると思いますけども、うん、このコネ入社とか、うん、優遇入社ですよね、これっていうのはまあトヨタでもあるんだなと思いましたし、やっぱりひどいのはそのテレビ局関係、うん、フジテレビなんかはかなりひどいなと思いますよね。やっぱり政治家の子供だったりとかメディア関係者の子供入れたりとか、うん、あと電通とかもそうですけども、うん、たくさん入れてるんで、それはやっぱりメディア内部でちゃんと検証して、うん、出していかないといけないなと思ったりしますね。でただトヨタの名前がこういうスキャンダルチックな形で載るっていうのは極めて珍しいので、うん、週刊金曜日はトヨタの正体とかいろいろ本出してますけども、うん、まあさらに、いろいろこういうのが出ることによってタブーみたいなのがなくなっていくのかなと改めて思いましたけど、うん、いやなくならんでしょう。なくならないですね。いやいやこれはもう最近もうこれ政治の方も公認してやるから俺とお付き合いとかね。そうですね。ね、もうそういうその自民党の中でもいろいろ問題になってるわけだし、うん、俺の女になりゃ大事にしてやるっていうのは森喜朗だから、うん、ね、まあ、これはまあはっきり今大事にやってる人の女性の話ですか。そう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 、いやまあ以前からそういうのはもうね、はい、言われてるわけで、うん、だからまあその会社関係で採用してやるからという俺と付き合えというのはね、これはここだけはなく、うん、もういろんなところでもあるし、人間がもう最近はもう変わっちゃってるということですよ、うん、東大出ようがどこ出ようがですね、うん、優秀なエリートであっても、うん、まあ倫理観道徳観は別だと、うん、ね、幼稚園みたいな倫理観で一流エリートだと言ってるやつがゴロゴロおるわけです、うん、だからまさかと、まさかこの人がと、うん、この職業の人がと、うん、この立場の人がと、うん、思うような事件はもうあって当たり前だって、うん、あって当たり前、うん、だからこの豊田が当たり前だということじゃないけどもね、うん、多いということで、こういう例はまあ別所がないのは週刊金曜日だけだ。うちもどうですかね。ないですけどね、はい、まあ、人事は難しいなと思いますね。いずれにせよこれで取ったから仕事ができないというわけでもないし、うん、でもまあ取ってできない例の方が多いのかなというか、あまりそういうのがはびこっちゃうのは良くないですよね。いやいや芸能界というのは、その女性の方から肉弾を、うん、特攻隊で行くわけだから、うん、ね、ドーンとやっぱり肉弾で体当たりで仕事を取るわけでしょ、うん、まあ、そういうやつが多いわけ、うんうん、成功してるやつはね、うん、だからまあそういうのにもう当たり前になってるわけだから、うん、おい今晩どうだと言ったらはいお願いしますって5位ですから、うん、だからまあそれでそういうこと先やつは落とされると、したやつが才能がまたその器量が、うん、あんまり良くないと言うてもまあ採用されてると、うん、だからいい芸人が出てこんじゃないですか、いいそのタレントが出てこないのはそういうとこですよ、うんうん、みんなも個人対個人で取引して、うん、裏取引で
闇から闇でとにかく出来上がっていってるということです。うん、なるほどね。うん、そうですね。まあ、それは常識になってるわけですよ。まあ、一般の会社はまだそういう域ではないですけども、まあ、この裁判、まあ、民事訴訟を起こしたからね、その全てが事実かどうかってまた別の話ではありますけども、まあ、本市の取材によれば、まあ、ほぼ事実ということもありますし、今後どうなるのか見守りたいなと思いますね。はい。続きましてはですね、沖縄から福島に運ばれた、猛毒 PCB 処理事業に官製談合疑惑という記事です。まあ、これは簡単に言ってしまうと、日本ではその PCB ってまあ使用禁止になってるわけですね。その金見優勝が起きたりした過去もありまして、それがですね、製造は中止になってるわけなんですけども、米軍、沖縄の米軍基地が返還されて自衛隊の基地になっているところから PCB に汚染された汚泥が発見されたと。で、これはやはりどうにかこう処理しなければいけないという話になるわけなんですけども、その数はまあ120トンで、ドラム缶600から700本分で、一時はですね、その処理のために300億円ぐらいかかると言われていたわけです。つまり、まあ、この PCB 汚泥処理というのが、一つの利権になっているわけで、その処理をする能力も必要だし、それをまあ完成の仕事ですから取りっぱぐれもないと、この仕事をじゃあどこが最終的に取ったのかと言いますと、まあ、全体じゃなくて一部の仕事なんですけども、取ったのが福島の、クレハですね。クレハ化学という会社、元クレハ化学、現在クレハという会社が落としたわけです。で、落として処理するのはいいでしょうと、能力があれば。しかしながらですね、官製談合疑惑というのは、公開されてないですね、予定価格、これに対して、クレハがですね 100% 一致する金額を入れたと。で、 90% 以上はよく談合疑惑、業者間談合だとか官製談合疑惑があるんじゃないかと言われるんですけども、それは見積もりすればですね、 90% 以上の数字は出るんですね。今回はその2億6169万円なんですけども、これに近づける数字っていうのはかなり出て、 90% を超えたところで談合とは限らない。それはまあ市民オンブズマン系がそのよく談合談合と言ったりすることもあるんですけども、それはまだやっぱり疑問符は残るんですが、今回のケースはですね、2013年なんですけども、この2億6169万円ぴったりの札をこうクレハが入れているということです。そしてもう一方の富山環境整備という会社も、入札をするんですけども、これがその落札価格より超えてたということなんですね。なので、一応競争の体裁は取ってるけども、片方は超えちゃっていて、片方はぴったりの金額。普通はあんまり超えるってことはないんですけどね、その低い金額を入れて落とすんですけども、超えてればもう自動的に、失格になるわけで、そういうことからしてもちょっと怪しさが伴う話です。で、さらにその PCB 汚泥をなんでこう沖縄からですね、福島まで持っていかなきゃいけないのかっていう話があるんですけども、これを落札したのがですね、日本通運。これも予定価格、公開されてない価格ですけども7590万円なんだけども、これは日通が7590万円で落としていると。この 100% の価格を予知するなんてほとんどありえないと思うんですけど、そしてですね、地元をいろいろ取材すると、その落札の前にですね、ある取材を受けた関係者は、入札をしようとしていろいろ動いてた人なんですけども、防衛省の関係者に話を聞きに行った時に、もう福島に持っていくことは決まっているよと言われたということがあって、その数日後、どういうことかと思うと、落札したのが福島の会社であったということです。で、地元はで言われているのは、もともとうちに来たのは告発があったんですけども、これはまあ、あくまでもその人の言い分であって事実かどうかは分かりませんけども、この官製談合は震災が関係していると、福島には大量の放射性廃棄物があるのだから、そこに別の有害物質が運ばれたって騒ぎにならない、沖縄も長い間苦しんできたのだから大義は立つということを言われて、うちとしては1年前から取材を始めて、ようやくここまでこぎづけたっていう話ですね。それがまあ今回の記事になって、います。そしてその中ではやはり防衛省の一部の人間の影がちらつくと、
そしてですね、佐藤正久、当時防衛政務官だったんですけども、この方の名前も上がってきたので取材はしたんですが、佐藤さんは、全く関係ないとおっしゃっています。で、佐藤さんは入札制度のこともあまり詳しくないということで、全く関わりがないということですので、それはそうだなと、受け止めておりますが、まあ、さらにこの件については取材を進めていきたいと思っています。はい、以上この記事も週刊興味に載ってます。よろしくお願いします。翔谷さん、いかがですか。私は、まあ、これはあの役所とクリアがもう事前に打ち合わせをして、はい、入札はあの形だけの入札でドンピシャリの金額を防衛庁が教えてる。もうこれは間違いないでしょ。ああ、ね、日通の場合も教えてると、うん、だから普通はあのオーバーするやつはですね、あの業界で談合したやつはオーバーしないわけ、業界で談合したやつは、はい、その代わりドンピシャリじゃないわけ、うん、かなり近いところで落ちるわけ、うん、必ずその予算は余らせるわ、なんぼか、うん、ね、うん、だからこれはオーバーしたやつもあるわけでしょ、はい、ドンピシャでしょ、ドンピシャのまた下もあるわけでしょ。下ないです。下ない、2社だけです。あ、2社でやった、はい、ああそうかそうか、うん、まあ、いずれにしても、まあ、あの業界での談合ではなくオーバーしとるから。だって最低制限価格1億5700万ですよ。だから この金額ならば、うん、要は業者としても赤字にならないっていう話じゃないですか。それをここに全く近づかず、この富山整備っていうのは2億9200万ですからね。なるほど、なるほど。1億4000万以上の札入れてるって、うん、でオーバーしてるっていう、ちょっと考えづらい、うんうん、なるほどね。通常はこの辺りでせめぎ合いますよね。 80% あたりだから打ち合わせでね、うん、この予算でいくからこれで落としとけと、いわゆるこれを落として既得権取れば、はい、追加で何もでも出すぞということでしょう。その可能性は極めて高いですね。これ裏があるでしょ、これは、うん、あ、佐藤正久、これが福島だから。そうなんですね。なるほど、だから本当に佐藤さんの名前がたびたび出てくると、うん、いうような話にもなってます。なるほどね、はい、はい、で週刊興味ですね、今紙でやってますけども、うん、4月1日から電子版というのも始めまして。ああ、そうですか、そうですか。電子書籍で、はい、このスマホにですねアプリっていうのを入れると、はい、ピッてやるとこう見られるようになってるんですね。あ、スマホで、はい、そういうこともありますので、ネットで見てらっしゃる方もですね、うん、ぜひともインターネット上でアプリを落として買っていただきたいなと思ってます、うんうん、はい、以上週刊興味チャンネルでした。日本はユーロシアの一員である。